皆さんお疲れ様です。衆議院の原口でございます。日々ですね、大変素晴らしい委員会質疑を、皆さんがやってくださっていることをまずお礼を申し上げたいと思います。特にこれ立憲民主党この会派では質疑をネットでも解除しています。ぜひ終わった方からもですね、解説をしていただきますよ。それから今安住委員長がお話をしました、これがキットです。一本線が出てれば大丈夫と。これ昨日私がやったものですけども、抗原検査、抗体検査でありますので、積極的にですね、安全危機管理をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ところでウィズコロナとか言ってる国、アジアの先進国でありますか？ありませんよ。ゼロコロナです。でこれご覧いただくとですね、日本は大学でもう何十万件というキャパがありますけども、大学でやれるのは、やってるのは8000件です。これ、一番下が日本です。PCR 検査の伸びです。これ、コロナの感染拡大は人災じゃありませんか。そして、医療機関からも悲鳴が上がっています。PCR の検査体制不足、重症者の受け入れ病床不足、医療資材不足、そして医療機関、従事者支援不足、すべて不足している。この状況をですね、正すことができるのは、国会で正すことができるのは私たちだけです。ぜひ結束して、この新型コロナウイルスという、この人災を起こしている菅内閣を厳しく追い込んでいただきますようにお願いして、皆様への感謝と、それからご報告にさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。